これどこが見えてんだろうな、これ。はい、今から、コントレと、言われているものをやるんですけれども、はい、今走ってた方がいらっしゃいますように、私もこれから走るんですけど、まあ、いわゆる汗を流すと。で、まあ、体を動かして、翌日の練習に備えるという、意味合いも持つトレーニングだというふうに個人的には解釈しております。やっと開けたとこまでやってきました。はあ、すげえ景色です。ご覧ください。ここまで、あ、来たな時計。27分56秒あの麓の小さな町からここまで、やってきました。えぐい坂が。いやー、でも綺麗。あそこ上の方にね、氷河が見えるんですけども、昔昔その昔、まあここまで氷河が当然あって、その氷河がこれを、まあいわゆる滑り落ちるっていう形でこうゴリゴリ削って、超巨大ハーフパイプみたいな形になってますけど、こんなんが作られたんですね。そういえば行ったことないなと、今回の合宿で登るばっかりで一回も行ったことないなっていうことで、ちょっと滝の方まで降りてきてみたんですけど、すごいね、さっき真っ黒に見えてたあのでかい巨岩がこんな形してたんですね。なんかめちゃくちゃ綺麗に線入ってるけど、これすごいな。これなんか層みたいこうなってるんだけど、これなんだろうな、わかんない。行こう。すっごいこれ、皆さん見てください。これなんか真っ青な石発見。なんだろうこれ、飛行石かな。はい、すり鉢の底にたどり着きました。いやー、これはすごいね。
はい、まあもういっか。綺麗だな。おお、これまたいい景色。なんだこれ、洞窟かな。うわーすげえな、この巨岩も。すごいね、すごいね。なんか誰かがここに来て、ここにこの石を積んだ形跡はありますね。私もこの便乗してこれをこう。 OK。 まあ下りのルートも人が歩いてきた道を途中までフォローしてきたんですけど、まあ途中からですね、完全にそれが見失いというか、もうなくなってて、要は道なき道を来てます。んじゃありゃ、すごいすごいのがある。なんか誰かが乗っけたのかな、これ。ちょっと押してみたくなりますよね、これは。なんだこれ。いやー、次あそこにまた行くのはいつだろうな。もしかしたらもう一生来ないかもしれない可能性がありますからね。うん、逆にこういうなんか YouTube に動画を上げるっていうきっかけができて、こういうふうに自分が行ったところとか見た景色とかを動画とかに記録する機会ができて、うん、逆になんか、逆にっつったらおかしいけど、良かった気がしますね。帰ってきたよ。帰りだよ。こちらへ飯は入れるところだよ。おい、暮らしょ。次回予告。朝8時になりました。何これ、つまんな。